桃太郎桃太郎は、新潟県内で製造、販売されている評価。新潟県内にある2社、第1食品がそれぞれ、桃太郎という商品名の評価を製造している。かつては、長岡市にある酒田も2017年まで、桃太郎を製造していたが、現在は、製造を終了している。桃太郎という名前だが、味は苺味。製氷が製造する。 モモ郎のみリンゴ果汁が使われており、第一食品のモモ郎と、酒田屋のモモ郎は無果汁である。モンデリーズジャパンが行った、地元民がおすすめするご当地名産品ランキングにおいて、新潟県民がおすすめするデザートとして、新潟県民の42.7%の支持を得ている。製氷のモモ郎については、山崎製パンからご当地ランチパックとして、 ランチパックいちごジャムホイップが発売されたり、カステラやドロップとのコラボレーションもしている。桃太郎の原型は、お祭りの出店で売られていた桃型という桃の形をした木型に、かき氷といちごシロップを入れたものであり、第二次世界大戦後頃から、それを元に食べやすいアイスバーの形になり、桃太郎という名前で販売されるようになった。各社から出ている桃太郎。 ありがとうございます。